新型コロナの感染症法上の位置づけについて、ゴールデンウィーク明けの来月8日に5類に移行することが正式に決まりました。危険性が大きく異なる変異株の発生といった特段の事情は生じていないことを確認いただいたことから、予定通り新型コロナの感染症法上の位置づけを変更することといたしました。厚労省は先ほど専門部会を開き、新型コロナの感染症法上の位置づけを来月8日に季節性インフルエンザと同じ5類に移行することを正式に了承しました。陽性が判明した後の外来診療の窓口負担は現在は無料となっていますが、5類移行後は原則として自己負担になります。高額なコロナ治療薬については9月末までは無料とし、入院費も最大で2万円が公費で支援されます。また新型コロナに感染した場合の療養期間は発症の翌日から5日間は外出を控えることを推奨するとしています。